こちらですね、サイフス 6.7 ミリと、あとは109g っていう、最軽量といったところが、ポイントになっておりまして、その中に、最終の機能が凝縮されております。例えば 1.5GHz のデュアルコア CPU ですとか 4.3 インチの HD 液晶、また瞬殺カメラ搭載されております。でこちらですね、ここはちょっとラウンド感があるんですけれども、今までのレイヤードスタイルからさらに持ちやすさっていうところがアップしております。はい、またですね、デュアルコアっていったところでサクサク使っていただくことができます。だところです、ね、なんかアプリとかで、はい、新機能とかってありますか？はい、新機能としてはですね、今ですね、ビューティーアプリといったところで、クローゼットとかステッキスナップって先ほど紹介されましたけれども、このように自分のコーディネートをですね、ちょっとないんですけれども、こういった EC サイトと連携してレコメンドの商品が表示されましたりですね、あとはステッキスナップと申しまして SNS になってるんですけれども、このようにいろんなお友達ですとか知り合い Twitter のアカウントと連携してるんですけれども、どんなコーディネートをこうしてるのかっていうのを共有して、楽しんでいただけますので、女性の自分の中だけというよりはみんなと共有したいといったところのニーズを叶えていきたいといった思いで作ったアプリとなっております。でこちらステキスナップはサービスですのでアプリではないんですけれども、クローゼットはアプリとして、搭載されております。このように、ポータルサイト、お部屋の中に実際にいるような絵になっておりまして、女性のビューティーといったところの、欲求を満たしてくれるといったようなアプリになっております。あとはですね、瞬殺カメラといったところでカメラが非常に速いです。今もうすぐ起動されたんですけど、もうどんどん撮影間隔 0.7 秒っていったところで、もう次々撮っていただけるので、撮りたい瞬間も逃しませんし、暗いところで綺麗に撮っていただけるチップを今回初めて載せましたので、もう室内でもお家の中でも暗いところ、夜景ですとかも綺麗に撮っていただけるカメラになっております。こちらはですね、写真やこの中にお持ちの画像とか、それからですね、メッセージといったものをこの中で作成いたしまして、その画像等に位置情報をつけまして、それを投稿していただくと。でその位置情報の近くに周りに来たユーザー様が、またその位置情報についたコンテンツを拾っていただいて、ご自身が今まで気づかなかったような、景色だとか思いとかに気づいていただこうといったサービスになっています。SNS とも申し上げましたけども、基本的にはメッセージ同士を今までのコメントを付け合うというよりは、画像同士をつないで赤い糸でつないでいただいて、自分が気づかなかった別のユーザーさんとどんどんつながっていこうというようなサービスになっております。こちらは、液晶 4.3 インチの HD というところ、地図と連携してまして、どこにどういった形でこのコンテンツがあるかということをこのように地図上で確認していただくことができます。あとはそのコンテンツ同士がつながっていれば、このような形でコンテンツとコンテンツが赤い糸でつながっているというのが分かるようになってまして、コンテンツには寿命がございまして、人気のあるコンテンツだけがより残っていき、人気があまりないようなものについてはある寿命が来るとここから消えてしまうというような特徴もあります。今度3月頭に発売予定のメディア CES 向けのカバーで、今いろんなアクセサリーとかファッションの中でも流行っているラッキーモチーフとか、そういったものから寄贈して作った商品になります。でラッキーモチーフの中でも人気のあるツバメですとか、あとはダイヤ柄、あと星ですね、それとハート型とか、幸せの扉を開くというキーとか、あとアルパカとか、そういったものをデザインの中にさりげなく組み込んで、さらにカバー自体をですね、透明にしているんですが、透明にすることでそのお客様が選んだその端末のカラー自体も楽しみながら、さらにそれを引き立てるようなカバーっていうのを作っています。メディアス女子部っていうのがもともと NEC のメディアスのユーザーの方向けのポータルサイトの中の1コーナーで、女性のユーザーの方に向けたメディアスを楽しく毎日使っていただくためのウェブサイトなんですが、そこのユーザーさんの声とかリクエストから生まれたのが、こういったメディアスの周辺機器のコラボレーション商品です。で、今までにバッファロー国用サプライさんですとか、あとエレコムさんと一緒にいろんな商品を作ってきました。で、デザインの方はメディアスの実際デザイナーをやっている、女性のデザイナーがこのカバーのデザインとかも作っていて、完全にメディアス女子部のコラボレーションオリジナルデザインという形で、販売させていただいています。販売の方はエレコムさんですとかバッファロー国際サプライさんからの販売で、全国の量販店ですとかとウェブサイトで購入することができます。で、もともとこういう商品が生まれたきっかけっていうのは、端末のボディカラーだけでは、その楽しみきれなかったり満たしきれない、そのユーザー様のいろんな好みっていうのを満たすために、いろんなユーザーさんの趣味とか好みに合わせて、我々の方からももっとメディアスを楽しく使っていただくための洋服みたいなイメージで、端末のおしゃれに見せる周辺機器っていうのをいろいろ紹介させていただいています。